菅族は、松下に分類される族の一つ。常緑性の高木になる針葉樹。葉は、針状というよりは、細いが平らで、表面中央には、縦の溝がある。裏面では、主軸の両側に、飛行体がある。葉は枝に対して、螺旋状につくが、実際にはやや両側2列に配置する。また、枝には、突出部があって、葉はその上につく。葉の基部は、 短いがはっきりした傭兵となる。死有同士で、笠サは小型で楕円形、枝先から下垂する。多数の種子輪片が螺旋状に並び、包み輪ペはその間に隠れる。種子は輪片の隙間から放出され、輪片が外れることはない。種子は小型で翼を持つ。もみ属と似ているが、もみ属は笠サの種子輪片が脱落する点で大きく異なる。また、 幼稚もない。頭皮族とは、カサカが大きくなること、傭兵がないことなどで異なる。トガサワラ族やアブラスギー族は、種子輪ペンの間から包み輪ペンが伸び出す点で異なっている。ツガ族の植物は、ヒマラヤから東アジアにかけてと北米に分布する。日本には、暖温帯に生えるツガとアコウザン帯に生えるコメツガの2種が分布する。夏季にツガ族の 主な種を示す。また、カナダツが、アメリカツが、マウンテンヘムロックを総称して、しばしば、ベッツがと呼ばれる。ツガ族近遠属。ありがとうございます。